5月21日、南伊勢町総合グラウンドで第10回南伊勢町長杯グラウンドゴルフ大会が開催され、町内から121名の選手らが参加し、競技を楽しみました。南伊勢町長杯グラウンドゴルフ大会は、南伊勢町が南伊勢町老人クラブ連合会の協力を得て行う大会です。この日は町内各地から参加者が集まり、総合グラウンドに特設された24のホールを3班に分かれて回りました。グラウンドゴルフはさまざまな長さのホールを回り、ホールポストを目指してクラブで球を打ち出します。ホールごとにホールポストに入るまでの打数を数え、合計打数が少ない人から順位が高くなります。またホールインワンを獲得すると、1回につき合計打数から3打数引かれ、非常に有利となるため、各選手はホールインワンを狙い、会心の一打を決めようと熱心に競技を行っていました。白線の本当の上やったの、ホールのとこで、それ一つ負けていうのがあって、普通二つ入んやけど、一つ入ったんやけどな、そんな位置で、まあ残念。練習の時はいいんやけどな、試合はあかんわ、緊張して、うん、今日は楽しかったけどな、ホールインワンもできたし、ホールインワンもしたし、疲れました年も年やねな。ああ、天気怪しい、みんなと笑えてよかった。もうわしは70点ぐらいやったもんやで、賞くれやないかな。なお今回の大会ではホールインワン賞として、1回のホールインワンにつき競技ボールやグローブが贈呈されました。新谷八重子さん、竹内清子さん。大会の結果はご覧の通りとなりました。